皆さんどうもこんにちは、三田です。もう12月もね半ばということで、もうすぐクリスマス。クリスマスといえば大食いですよね。相撲界にはエビスコという言葉があります。まあ、これね、エビスコという言葉を調べてみると、まあ、大相撲界の隠語で大食いまた大食漢の力士のことというふうに言うんですが、まあ、今ではねエビスコが強いとか、ご飯がたくさん食べれるという意味ですよね。あとエビスコ決めたとか、まあ、そういう言い方をします。でこのエビスコを調べていたら、大相撲界の歴代の力士のとんでもない大食いエピソード、マジで頭イカれてるんじゃないかぐらいのエピソードがいっぱいあったので、そちらを今日は7つ紹介したいと思います。題して大相撲界のイカれたエビスコエピソード7000。はい、早速いきたいと思います。まず現代の方から言っていきましょう。まず1人目は大奄美元気。僕の大学の同級生でもある坂本元気こと大奄美元気、まあ、当時から大食いで知られていましたが、彼はこんなエピソードを持っています。2021年6月28日放送分、有吉ゼミで 3.39 キロのうどんを制限時間50分が設けられた中、37分46秒で完食し、39分40秒で完食したギャル曽根に勝利ということで、まあ、これはね皆さんも見た人も多いんじゃないかと思います。あのギャル曽根に勝った力士、もうね力士対ギャル曽根、力士対大食い女性陣とかね、そういう勝負で結構あるんですけども、やっぱりね勝てないんですよね。その中でギャル曽根に勝ったと、唯一ギャル曽根に勝った力士として、まあ、あの大奄美乗っていますね。まあ、3.39 キロのうどんってね、普通の家だと何日分みたいな話なんですけども、まあそれを食べたと、しかも勝利したと、とんでもないことですよね。まあ、昔から本当に大食いで知られていました。元小結旭鷲山、技のデパートモンゴル支店とか言われてね、多彩な技で、まあ、人気を博した、まあ、元祖モンゴル人力士ですね。この方のエピソードはこちらです。ホットドッグ早食い世界大会の日本予選で、制限時間12分の間に約20センチの特大ホットドッグを16本食べたが、優勝には及ばず、試合終了後も残ったホットドッグを食べ続けていたと。そして彼はこの日の朝、今日が早食い大会であることを忘れ、部屋でちゃんこを腹いっぱい食べてしまったことを悔いていたというね本当にツッコミどころが多いエピソードとなっています。まず普通に12分の間に20センチの特大ホットドッグを16本食べたのがすごいんですけども、まあ、優勝できなくて終わった後も残ったものを食べ続けていたというね。だからスピードの問題でまだまだ食べれたんでしょうね。しかもこの日の朝、部屋でちゃんこ腹いっぱい食べてから来たというね。まあ本当にツッコミどころが多いんですけど もうエビスコが強すぎるという、そういうエピソードとなっています。3人目は元大関の貴ノ浪さんとなっています。あのね、背の高い力士でした。この人のエピソードがこうなっています。仲間の力士2人と一緒に寿司屋へ行き、3人で握る寿司を数百個も平らげた。翌日その寿司屋の大将は腱鞘炎を起こして店を休業したという逸話があるというねおもろすぎだろこれっていう。寿司屋、もう寿司を握り慣れているはずの大将が腱鞘炎を起こすぐらいの寿司を、まあ、3人とはいえね、まあ、ちょっと面白すぎるエピソードあります。貴ノ浪さん、やっぱりね体がめちゃくちゃでかかったですね。上もでかかったし横もでかかったし、まあ、スケールもでかかったしね。いやー、とんでもない量だったと思いますね。この時のお会計もちょっと気になるね。まあ、寿司屋の大将も何日間分かの多分ね、あの売り上げだったとは思いますね。次は4人目がこの方、元小結高見杉さんということになっています。これは現在の時矢山部屋ですね。大関貴景勝などが所属している部屋です。この優しそうな高見杉さんのエピソードがこちらとなっています。現役時代には鉄の胃袋というあだ名があり、一度に焼肉を75人前約15キロ食べた記録を持つ。しかも75人前で食べるのをやめたのは
満腹になったからではなく、肉を噛みすぎて顎が疲れたためであったっていう。こちらも75人前食べた後にまだ余力があったと。まさに鉄の胃袋。鉄の胃袋っていう名前もあだ名も面白いけどね。なんか今の見た目とは想像できないエピソードなんですよね。今の見た目はすごくこう優しそうな顔をされている常盤山親方なんですけども、75人前焼肉を食べたと。そして顎が疲れてやめたというね。顎は鉄じゃなかったんだっていう。胃袋だけ、胃袋に顎が追いつかないってことなんかあんまないですからね。5人目いきましょう。こちらはもう時代をね、うんと遡ります。こちらはね、明治期に活躍した力士となっています。元幕内の宇都宮新八郎さんという方のエピソードですね。この方のエピソードマジでぶっ飛んでるんですよ。病気の時におかゆを36杯とうなぎ丼を15杯食べ、その食べ過ぎぶりからこの時はさすがに師匠に怒られたという。病気って何っていうね。何の病気だったんでしょうね。おかゆ36杯とうなぎ丼15杯食べられる病気って何なんでしょう。もう病気の定義そのものをね、疑いたくなるようなエピソードです。しかも師匠に食べ過ぎて怒られてるっていう。お前病気じゃねえだろみたいな感じになったでしょうかね。まあ、食べやすいおかゆとはいえ、まあ、うなぎ丼って結構脂っこいし、まあ、2つ合わせて50杯超えてるというね。まあちょっとこの辺から本当に伝説上みたいなエピソードになってきましたね。6人目がこの方。この方も明治時代に活躍された方で、元横綱ですね。大筒万右衛門さんということになっています。明治時代にしてはめちゃくちゃでかくて194センチ134キロあったということで、まあ、当時ということを考えると本当にバカみたいにでかかったんでしょうね。この方のエピソードがこうなっています。さつまいもが大好きで、毎日約 7.5 キロを焼き芋にしておやつにしていたと言います。また鯛めしを一度に36杯食べた記録を持つというね。焼き芋 7.5 キロ。おやつですから。おやつの定義をまた覆そうとしている人ですよね。そして鯛めし36杯。さっきの宇都宮さんはおかゆ36杯だったんですけども、今回は鯛めしと。またこれはいいもん、36杯も食いましたね。最後はこの人。大空ブサエモンっていうものかな、ちょっと読めな分かんないですけども、この方は江戸時代後期の大関となっています。もうこれぐらいになってくるとね、本当に実在してたのかちょっと怪しいんですけども、まあ、江戸時代後期だったらギリ存在したんだろうなという感じです。まあ、ただちょっとね、まあ、本当かどうか分かんないエピソードなんですけど、まあ、とりあえず聞いてください。まずこの方、身長が約230センチありました。約230センチ。江戸時代の日本人でこんな人いるかなっていう感じなんですけど、まあいたらしいです。そしてこの方が熊本の藩主に、まあ、お殿様に招かれた際に、酒を3升、約 5.4 リットル飲み、さらに飯を2升半、約 8.5 キロ食べ、さらに体長が約50センチある鯛を3匹食べたと。うち1匹は煮付けにして、あとの2匹は刺身にしたという、なんか謎の詳細まで残っています。それだけ食べたのに本人はまだ足りない様子であったらしいです。そしてこのまだ足りなそうな様子を見ていた、そばにいた役人から遠慮するなと言われたらしいんですよね。これだけ食べて遠慮するなっていう声をかけた役人もちょっと面白いんだけど、この遠慮するなという声をかけられて、ただこの大空さん本人は、食べ過ぎは体に毒だから8分目にしろと両親から言われたのでと言って答えて、それ以上は食べなかったらしいですね。酒3升、飯2升半、鯛3匹。これで腹8分だったらしいですよね。やっぱ江戸時代の人って、ね、ちょっとやっぱ現代からしたら意味わかんないですよね。本当に異次元のエピソードを持った人になっています。
はい、ということで今日は大相撲のエビスコエピソード7選ということで7人の力士を紹介してきました。まあ、現役力士から江戸時代の力士まで、まあ、様々なね大食いエピソードがありました。まあ、力士といえばやっぱり大食い、体が大きいんでね、大食いというエピソードイメージがあると思います。まあそれはね大体の場合間違ってないですよね。普通の人よりは食べます。僕も現役時代は本当に一食でお米をね、まあ5合、6合、7合ぐらいは食べていました。さらにね、ちゃんことかおかずとかいっぱい食べていたりして、まあ本当に普通の一人はご飯たくさん食べていましたね。ただそれにしてもね、歴史上の偉人たちはとんでもない記録を持っていました。はい、このエピソードね、まだまだあるので、もし好評だったらこれ以降も紹介していきたいなと思っています。ということで終わり。メリークリスマス。